安田雅史と的場浩司のセカンドベース。皆さんお久しぶりです。安田雅史です。皆さんこんばんは。的場浩司です。先月から新番組としてスタートいたしました新番組セカンドベース。この番組は若手俳優の僕安田雅史と新人俳優の的場浩司の2人で進めてまいります。4月まで僕が担当させていただきました初めの2部から少しバージョンアップして初めからセカンドとワンランクアップした番組を目指していきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。新人俳優の的場浩司です。先月もお伝えしたのですが、初のレギュラーパーソナリティとして失敗も多いと思いますが、先輩の安田さんに助けていただきながらできるだけ長く続けていけるその長寿番組にしていきたいと思っております。そしてこの新番組タイトルセカンドベースですが、これは僕が野球部出身だからというわけではなく、まあ、2人とも俳優として、まあ、次の土台、はい、まあ、セカンドベースになるようにという思いで番組プロデューサーさんにつけていただきました。そしてこの番組セカンドベースは再編集映像配信版として放送後約1週間程度で YouTube にアップしていただきますので、ラジオセカンドベースで検索いただきますよう合わせてお願いいたします。それではまずは僕安田雅史の自己紹介させていただきますと、1996年生まれで栃木県出身です。高校までは野球一筋で頑張ってまいりましたが、もう現在はエキストラやたまにお役をいただいて短編映画などにも出演させていただいております。まあ、限られたチャンスの中で、まあ、できればずっと続けてきた野球に関わる作品に、まあ、俳優として出演するという、まあ、ささやかな夢を持って頑張っております。そしてですね、先日、まあ、今年9月にブルガリアで開催される東ヨーロッパ最大のサブカルイベントアニベンチャー2019にて世界初上映が決定した映画22世紀寓話に私安田雅史が出演させていただいております。まあ、今から僕の演技が、まあ、海外の方にご覧いただけるのは、まあ、不思議な感じですが、まあ、現在、予告編が YouTube で公開中ですので、まあ、ぜひ皆さんご覧ください。続きまして、ご挨拶させていただきますのは新人俳優の的場浩司です。山形県酒田市出身の21歳で現在昭和音楽大学ミュージカル科に在学しております。現在は、安田さんには全く及びませんが、少しずつエキストラやスタンドインなどに参加させていただきながらワークショップなどで演技の勉強をしております。親からいただいた高い身長に負けないぐらいの高い目標を持って、一日も早くスタッフさん監督さん、そしてこの番組をお聞きのリスナー様にも的場浩司の存在や名前を覚えていただけるように頑張っていこうと思っておりますので、皆さんどうか番組タイトルセカンドベースとともに的場浩司を覚えていただければ嬉しいです。それでは今回の最初のコーナーは MJ50 のコーナー。このコーナーは前の番組はじめの2部ではマー君ジャスト50の一人旅というコーナータイトルでしたが、はい、まあ、新番組になったということで、まあ、コーナータイトルもバージョンアップしていただきました。まあ、ただですね、まあ、内容は以前と全く同じで、まあ、プチ一人旅が好きな僕、はい、安田雅史が毎月、山手線の田端駅からスタートして、まあ、指定する目的駅に向かって必ず往復ジャスト50駅で田端に帰ってくる、はい、そのような生き方をご紹介させていただくコーナーです。はい、まあ、ちなみにちょうど50駅にするために行きと帰りのルートは変えてありますこと、ご容赦ください。さて、今回はですね、はい、茨城県にある日立駅に行ってまいりました。はい、まあ、今回なぜこの日立駅に向かったのかを先に申し上げておきますと、まあ、このコーナーでは、まあ、関東圏、まあ、東日本を中心にいろいろなところに行ってはいますが、まあ、なんだか最近茨城県に行ってないような気がするかもと、はい、まあ、ふと思い、まあ、よし今回は茨城県を攻めてみようという、まあ、そんな勢いで、まあ、リサーチした結果、まあ、この日立駅周辺だけでもいろいろと楽しめそうな感じだったので行ってみることにしました。はい、さて、日立駅についてご紹介させていただきます。開業は1897年、はい、明治30年ですね。当時の日本鉄道の助川駅として開業しました。はい、そして1908年、明治41年ですねの11月、まあ、助川駅 と、まあ、日立鉱山を結ぶ鉄道路線として日立鉱山専用電
電気鉄道が開業しました、はい。まあ、この日立鉱山がですね、はい、まあ、1981年に、まあ、閉鎖されてしまうんですが、の、最寄り駅であったため、はい、まあ、この鉱山、銅山がですね、創業していた時代には、この鉱山鉄道、電車が、はい、まあ、当駅始発で運行されるなど、まあ、鉱山を背景に、進展した駅ということですね、はい。そして、1939年、昭和14年ですね、の日立市の成立に合わせて、まあ、駅名がね、日立駅に改称されました、はい。そして1960年、昭和35年には、まあ、日立鉱山の専用電気鉄道が鉄道は、併用されました、はい。そして2011年、平成23年ですね、はい、に橋上駅舎が完成し、そして2017年度、まあ、平成29年完成 でそしてですね、2017年度の平成29年度の、はい、1日平均乗車人員は10,317人だそうです。そして、まあ、早速ですが今回のルート説明に行きたいと思います。はい、行きはですね、まず山手線の外回りに乗りまして、田端駅から、日暮里駅まで行きます。はい、ここで2駅です。そしてここで常磐線、勝田駅に行きます。はい、でそこから日暮里駅から水戸駅まで行きます。はい、ここで23駅で、はい、で、まあ、同じく常磐線なんでさ、ここは河野ですね、河野行きに、乗りまして、水戸駅から日立駅に行って、ここで6駅、そして行きは合計31駅ということで、はい、まあ、前回ちょっと公式に言われてしまったので、ちょっと今回は変えてみました。まあ帰りはですね、はい、このまま同じルート通ってしまうと、はい、ジャスト50絶対ならないの で、 そうです、ね、超えてしまいますので、はい、ちゃんと変えておきました。ありがとうございます。はい、ということで帰りなんですが、帰りは、まずですね、まあ、常磐線水戸行きに乗りまして、まあ、日立駅から、まあ、勝田駅に行きます。はい、ここで5駅です。はい、そしたら、特急ときわに乗って勝田駅から東京駅まで行きます。はい、ここで7駅です。そして山手線内回り、に乗って東京駅から上野まで行きます。上野駅ですね。はい、でここで4駅、そして常磐線でここ勝田行きにまた乗りまして、はい、上野駅から日暮里駅、ここで1駅です。はい、そして京浜東北線に乗り、日暮里駅から田端駅、ここで2駅、はい、合わせますと帰りは19駅、まあ、ということで小石君、ジャスト50で今回も、はい、今回もですね、はい、ミッションコンプリートということで、はい、まあ実際に日立駅に行ってみた感想ですが、まず駅舎がとても、おしゃれでした。はい、まあそれもそのはずで、はい、まあ、実は駅舎は、地元出身の建築家瀬島和代さんという方がデザインされたそうで、はい、第12回、ブルネル賞駅舎部門で優秀賞も獲得されているそうです。へ、まあ、そんなおしゃれな、はい、駅舎構内にある、まあ、展望ロビーから見える海、まあ、オーシャンビューですねは、まあ、はい、ベリー絶景で、まあ、駅舎オンリーを見ていっても価値があるというか、本当に今回は日立をチョイスした自分を褒めてあげたいというか、来てみてよかったなと思える光景をいただきました。またですね、はい、駅の近くには、まあ、複合施設のシビックセンターなどがあり、まあ、これはですね、コンサートやプラネタリウムや、また科学館などが併設されており、まあ、ここだけでも遊び放題に、もう一日遊べるんじゃないかなという、はい、でそしてですね、近くに大瀬海水浴場もあり、はい、またですね、小平記念館という、日立製作所、創業者の小平波平さんの、はい、まあ、志と異業構成に残すための、はい、記念館があるんですけど、はい、まあ、それは創業当時の資料などが、なんと無料 で、 はい、見れるので、はい、たくさん遊ぶところというか、まあ、一見 の、 あの価値があるスポットがとても多く、はい、まあ、もう少し時間をかけて見ればちょっともうちょっと見てもよかったのかなというのがありました。はい、まあ、今回のミッションの、まあ、唯一のミステイクでしたね。まあ、ちなみに、まあ、ちょいちょい入ってきた英語イングリッシュは、はい、マー君ジャスト50の一人旅という前の番組コーナータイトルから MJ50 に変わったということで、ちょっとシュッとしようと使ってみました。まあ、好評なら次回以降もこのコーナー MJ50 でもちょっとイングリッシュを交えた説明にしていこうかなと思います。まあまあ、
行きと帰りの、はい、その前のその疑問その疑惑といいますか、 それは払拭されたのは素晴らしいと思うんですけれども、でしょでしょでしょ、あの途中で何何あのすごい入ってくるなんか英語なんか特に気になったのがベリー絶景でベリー絶景で液晶オンリーって何ですか、すごいな、何を聞いてるんだろうなんかいきなり目覚めたのかなという感覚、この人日立行ってきて何が止まったんじゃないかみたいな、そう日立に何があるのか、いや本当にじゃあそれを知りたかったら、はあ日立にぜひそうですね、そうです行かせていただきたい、リスナーの皆さんも僕も変わってくれそうかもしれないですね、イングリッシュに目覚める可能性もあるかもしれないんで、ね、まあぜひ、はい、でも本当に、まあ、イングリッシュ関係なく本当にいい場所だったので、まあ、ぜひ皆様も、はい、時間があれば、はい、日立駅寄ってみてはいかがでしょうか、そうですね、はい、はい、ということで以上今月の MJ15 のコーナーでした。今月のプレイリポートのコーナー、改めまして先月から始まりました新番組セカンドベース、担当は安田雅史と的場講師でお送りしております。さて続いてのコーナーは、まあ、現在大学でミュージカル科に、まあ、在籍中の講師くんが、はい、まあ、見てきた舞台についていろいろリポートしてくれるコーナー、まあ、題して今月のプレイリポートのコーナーです、はい、では早速ですが講師くんお願いします。かしこまりました。はい、今回は、先月5月14日に、東京は三軒茶屋にありますシアタートラムで上映されていた生き埋めさんの獣の柱を感激しに行かせていただきました。はい、まずはじめに、この変わったというか一度聞いたら忘れられない劇団名生き埋め、こちらカタカナで生き埋めと書いて全部ひらがな、全部カタカナで生き埋めと書くんですけれども、こちらの生き埋めさんについて、ご説明させていただきたいと思います。はい、生き埋めは2003年旗揚げでオリジナルの SF やオカルトホラー作品を中心に上映されているようです。主催は創作演出を手掛ける前川智弘さんで、第16回第21回読売演劇大賞で優秀演出家賞、第19回に最優秀演出家賞を受賞されていらっしゃいます。そして今回感激させていただいた獣の柱のあらすじを簡単にお話しいたしますと、舞台は2008年高知県山間の町、ある日そこに住む天文マニアの二階堂望は小さな隕石を拾います。その石は見るだけで悩み不安を抹消し恐ろしいほどの幸福感をもたらしました。一人で見たら最後死んでしまうまで見続けることになるのです。1年後空から巨大な柱が降り注ぎました。東京、大阪、福岡、その他人口密度が多い都市に柱は降り注ぎ、多くの人が死にました。柱は隕石と同じように見る人に幸福感を与えるものであり、人を支配し続けるものであったからです。そしてついには高知にも降り注ぎます。ある人はその柱は神が創造したものであり、人間を減らすためのものだと言いました。そしてある人は神が人間が最も求める幸福を与えたのだと言いました。それから88年の時が経った、はい、2096年が舞台となり、世界は大きく変わりました。はい、柱を御柱様と崇め奉る人と、柱はその幸福感で支配したと主張する人が混在する世界になりました。その柱は人間に何を課し、何から解放したのかというお話です。ということで、講師が選ぶ見どころベスト3、はい、いきなりですが、はい、ちょっと3つ選ばせていただいたので、はい、言わせていただきます。よろしくお願いします。第3位、受け入れやすい世界観。オカルトや SF のような、作品はあまり見ないという方にもあえて、おすすめしたい作品かなと感じました。なぜなら、そういう方はストーリーに現実味がないと、初めから物語に入り込めずにいるケースが多いと思いますが、今回拝見させていただいた舞台は、セリフに多くのコメディ要素があり、例えば隕石拾ったすげえといった現実世界に本当に起こったら言いそうな言い回しが多くありました。言うなれば、現実世界にいたと思ったらいつの間にか非現実の世界に取り込まれているといった、お客様が本当にその事柄が本当に自分に起こったら、どんなことを感じるのか、リアリティを持ちながら伝えつつも、きちんとその舞台の世界観に誘ってくれるようなステージだと思います。はい、第2位、時間軸を超えた演出。はい、この作品には2008年からの軸と2096年の軸があります。
2008年は柱が落ちる前、そしてその直後ですね。で2096年は柱が落ちた後、つまり88年後の世界で、舞台上ではこの時間軸が、照明の転換によって、交互に入れ替わります。さらに、その補足説明をさせていただきますと、その温かいオレンジのような照明の中で演じられるのが2008年、そして天上界のようなすごいこう白い光を使われた照明の中で進行するドラマが2096年という具合です。その次から次へと変わるその演出時間軸でのお芝居の変化が、各々の時間を生きている人々の、時代ですね。そうですね、時代を生きている人々の、個々の葛藤や世界の混乱を表現しているような気がしました、はい、そして栄えある第1位は、はい、テーマと SF ホラーのレトリックです、うん、今回、拝見した作品の、作品舞台のテーマになっていた見ただけで幸福感を感じる柱は、それぞれの人間に何を与え何を奪ったのかを考えさせたかったのかもしれません、はい、ただそのある種その哲学的なテーマを、はい、SF やオカルトといった非現実的な要素の中で展開させることで、逆にお客さんの中にスッと考えさせる要素として入っていきやすかったのかもしれません、はい、そこにこの劇団の魅力、作演出の才能や評価があるのかなと個人なりに、自分なりに感じました。はい、ありがとうございます。以上が、今回、講師が選ぶ見どころベスト3です。はい、こちら生き埋めさんは、オリジナルの作品を DVD でも販売しているようです、ご興味のおありの方はぜひ生き埋めさんのホームページをご覧ください。以上、今月のプレイリポートのコーナーでした。昔の明日、続いてのコーナーは昔の明日。コーナータイトルを聞くと一瞬ありゃと違和感を持たれるリスナーの方々もいらっしゃるかもしれませんが、この放送が流れている今日6月3日はもうあと6時間ちょっとで終わってしまうので、明日6月4日は昔から何の日だったのかをご紹介させていただく趣旨で、先月から始めさせていただいたコーナーなんですが、はい、ちょっとその先、今回は6月6日の記念日についてご紹介させていただきたいと思います。それでは昔のしあさって、6月6日は何の日かと申しますと、まあ、甲子君のふるさと、はい、山形さくらんぼの日だそうです、はあ、まあ、これは山形県山形市に事務局を置き、はい、まあ、生産者と、まあ、消費者を安心で結ぶ架け橋として活動する、まあ、全国農業協同組合、連合会の、はい、山形県本部、はい、まあ、JA 全農山形ですね、はい、が制定しました、まあ、日付は数字の6がさくらんぼのシルエットに見えること、はい、また、まあ、収穫の最盛期を迎えることから、まあ、さくらんぼの生産量日本一を誇る山形県、はい、まあ、その県の内外から人気が高く、まあ、自他ともに認める高品質な、まあ、山形のさくらんぼを広く PR することが目的だそうです、はい、甲子君知ってましたか？この日はあまり知らなかったですけど。あ、そうなの？でもあの山形県はやっぱりさくらんぼが有名なので、そう、こういう日が作られているのはすごいありがたいなと感じましたね。確かにね、はい、でもさくらんぼ、甲子君はよく食べるの？さくらんぼは、もらうって感じですかね。自分で買うっていうよりも、こうなんかこう記念日に開ける、あ、記念日に、そうですね、あ、なるほど、そういった形で食べることが多いですね。じゃあ誕生日とかそういうお祝いの席にはもうさくらんぼがあるみたいな感じ？甲子君ちの家、そういうお祝いの日、お祝いの日、贅沢する日みたいなそうですね、なんかこう本当に一般的な日なんですけど、でもあんまり、うん、向こうの人だとあんまり食べないのかもしれないですね、でも、食べないと思いますけどまあでも美味しいからね。そうですね、うちも親とかよく買って食べてますよそれはありがたいです、はい、ということで、はい、まあ、以上昔の明日のコーナーでした。皆さん、もうエンディングの時間がお時間になってまいりました、まあ、今回の放送、皆さんいかがだったでしょうか？皆様からのお便りお願いいたします。メールアドレスは info@plus-vox.com、 メールアドレスは info@plus-vox.com です。セカンドベースまでお待ちしております。はい、ということで、今回あのセカンドベース、はい、まあ、2回甲子君だとまあ
何回目ですかね。3回目ですけど、はい、どうだった。でも実は僕から言うと、はい、コウシ君なんかもう慣れちゃったみたいな感は出てたけど、すっごい なんでしょうね、すごい情報を前よりもいっぱい持ってる感じがして、自分でよく喋るようになったので、ああなるほどなるほど、なんかいっぱい伝えたいなと思うようになって、じゃあ気持ちのそのなんだろう余裕みたいのは、まあ、前回よりは全然、前回よりは全然、あもうじゃあ緊張はなしということで取捨誤入して緊張なしということで。ちなみに安田さんは緊張されてないんですか。もう全然なんだろうな、緊張はしてないって言っちゃあれだけど、はい、でもどっちかというと最近はもうこの収録自体が好きになっちゃってる。それはすごい、ラジオ俺大好きだみたいな。多分コウシ君もそのうちになると、はい、好きにハマっちゃうんです、うん、あと多分そろそろね、そろそろ、そろそろかどうか分かんないけど、はい、前の番組でも僕ははいはい、ゲストの方とかがいらっしゃったので、はい、まあ、ゲストの方が来るとまたいつものこの僕、ね、俺だけじゃん今のところ そのラジオやったことがあるのは、はいはい、でもその俺じゃないその他の人のとのこの受け答えじゃないけど、はい、そうやって進めるのはまたね新鮮味があって、あ初めは緊張するとは思うけど。ちょっと今考えるだけでちょっとビビっちゃいます。ダメだダメだ、そこで声出ませんとかするのダメだから。大丈夫です大丈夫です、うん、はい、楽しんで、なるほどだからこの世界は、はい、やってみます。楽しみます。そうだね、じゃあ次回から楽しむっていうのを目標で、わ、ね、はい、かりました。その目標に俺が言っちゃっていいのかわかんないけど、いや勝手にしちゃってるけど、はい、お願いします。はい、ということで、まあ、それではセカンドベース、はい、次回も同じ時間にお目にかかりたいと思います。番組パーソナリティは僕安田雅史と的場講師でした。皆さん最後までお聞きいただき本当にありがとうございました。